地上の結婚式というのもなかなか興味深かった。お前の楽しそうな姿も見られたしな。そのブーケ、花嫁が投げたのを受け取っていたが、あれは何か意味があるのか。なるほど、花嫁のブーケを受け取った者が次の花嫁になれるか。ならばこのまま現実にしてやろうか。冗談を言ったつもりはないぞ。前から言っているだろう、お前を妻としたいと。俺の気持ちは初めて会った時から変わらない。お前という女を知るたびに求める気持ちは強くなる。離れている間もお前のことを考えない日はない。忘れるな、俺の未来はお前と共にある。いずれは盛大な式を挙げ、お前を伴侶として皆に紹介するつもりだ。その時を楽しみに待っていろ。さて、すぐにでもアクアリアに戻ろうかと思ったが、もう少し後にした方が良さそうだ。顔が赤くなっているぞ。可愛い反応だが、他の者に見せたくはないからな。